はい、ということで、ローガン・ラガンズ原宿メモリアル126週、その1でございます。通算ですね、796回。おー、なんか語呂合わせですか。泣くのは、無駄だよ。泣くのは無駄だよ。泣くのは無駄だよ。何回も同じこと、泣いちゃダメだよ。もう最後関係なくなっちゃった。泣いちゃダメだよ。はい。じゃあ今日参りましょう。ローガン・ラガンズの原宿メモリアル。126週ですね。すごいですね。なんだ、今回、この126週の最後に。はい。通算800回。あ、そうね。になります。すごい。それは何回やるんですか、また。何回やりますか。わかりました。はい。はい。で、はい。最近というか、ここ2、3年かな、はい、こう、スマップさんにとって変わったかのように、うん、嵐。ああ、やらしい、すごいですね。嵐ね。うん。が、人気すごいじゃないですか。うん。で、僕結構ね、嵐詳しいんですよ。すごい嘘くさいんですけど。すごい詳しいんですよ。あんま聞いたことないな。なんで嵐の話とか。うん、いや、しないだけです。本当に？ほら、男が嵐好きとか言うとちょっとこう、遠慮されるかなみたいな、嫌されるかなみたいなとこあるんで、うん。してないだけです。本当に？本当ですよ。じゃあ、ちょっと、私か、はい、ウィキペディアで、はいはい。調べたやつで、はい。いろいろ質問しちゃってもいいですか？いいですよ、もう何でもかかってきやがれ。うん。イエー。じゃあ、はい。ものすごく簡単なやつから。はい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 。うん、問題、うん。はい。嵐の。所属事務所は。所属事務所。まあ、これ簡単ね。簡単すぎますね、これね。うん、ええ。ええ。渡辺エンターテイメント。え？違いますね。違う。え？嘘。おかしいな。ああ、じゃああれか。ホリプロ。バーニング？全然わかんない。違いますね。なんだろう。ジャニーズ事務所です。ああ、あ、そうそう、知ってた。あれだったでしょ。知ってた。まあ、これはまあいいとして。はい。これはもう絶対答えてもらわないといけないという問題ですよ。はい、はい、はい、はい。嵐のメンバー5人を、フルネームでお答えください。うん、松本、はい。潤。うん。いますよね。よしよし。桜井。いますよねって。詳しいんじゃない詳しい。桜井翔。いますよね。よしよし。二宮、高弘。自分の名前じゃないですか。ちょっとやめよう。じゃあ、大野、さとし。これ知ってるか知ってる。松潤、桜井、大野、二宮。あて、あとは、ほら、あ、ほら、中井正広。いた。香取慎吾。森克幸。これ結構まずいんじゃないですか？いや、大丈夫。二宮、孫徳。二宮和也さんです。あ、そう、二宮和也。言って全然、名字すら出てこない人が一人いますけど。桜井。ヒントあげましょうか。はい。詳しいんでしょ？詳しい。最初が、あです。あ、相葉、まさき。ほら、言ってよ。ほら、言ってよ。なんかもうかなりヒントもらって。スマップなら言えたんだ、みたいな。スマップは、感じでしたけど。いやいや、そんなことはない、うん。じゃあですね。はい。実は、嵐は5人いますけども、まあ実はってか、まあご存知だと思いますが。知ってますよ、もちろん。ね、知ってますよ。全員に色があるんですよ、カラー。メンバーカラーって。知ってる。今一瞬なんか。知ってる。じゃあ、うん。リーダーの、はい。まあ、そもそもリーダーは誰か分かってますよね。リーダーは大野くんですよ。うん。じゃあリーダーのカラーは何色でしょう、うん、大野くん、オレンジだ。オレンジ。そもそもオレンジありませんから、みたいな。黄色は二宮くんですね。そう、色言ってたら当たりますよ、そのうち。ピンクゴレンジャーじゃないんですか。ダメじゃないですか。おかしい。青ですよ。青なんだ。大野くん、青と。何メモしてるんですか。勉強してんじゃないですか、ここで。
困っちゃいましたね。相葉王の松本二宮、うんうん。一生懸命復習してるし。相葉王の松本二宮。うん、中年のおじさんじゃないんだから。覚えないと嵐みたいな。あと、うん、あれあれあれ超簡単なの出しましょうか。はいはい。2006年、台湾、はい、韓国、中国で、うん、まあ、松本くんが出演、うん、そして主題歌を嵐が歌った、うんうんうん、ドラマが放映されました。うん、日本でもやったやつですよね。何でしょう。これあれ、花より団子。お、正解。花より男子だ。まあ、どっちでもいいんじゃないですか。うん、はい、フラッシュって出した。そしてその、うん、二宮くんはですね、うん、まあ、芸達者ということで、うん、ハリウッド映画のためですね、ほう2006年、うん、渡米します。そのハリウッド映画のタイトルは、ほんなら余裕じゃないですか。ショーシャンクの空に。違います。違うの、うん、あれだ、白夜行。ハリウッド映画じゃないじゃないですか。あ、知ってんすよ。あれだ、ほら、ハリーポッター、ハリーポッター。それそれそれ、ほら。ダメですね。何ですか？これ、硫黄島からの手紙です。ああ、知ってる知ってる。ほら、あれだ。あの、渡辺謙さん出てるやつだ。渡辺謙さんも出てたかな？わかんない。これ、クリント・イーストウッドじゃなかった？ああ、そう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 、イーストウッド、イーストウッド。うん、なんか何でも、後ろから、あの、オウム返ししてるだけじゃないですか。そんなことはないですよ。2008年に、はい、名古屋ドームのリハーサル中にですね、うん、舞台から転落してしまい、危ない危ない全治1ヶ月、うん、右手の骨折と足の捻挫をしてしまった人がいるんですけども、うんうん、はい、誰でしょう。どれにしよう。何選んでるんですか、そこで。相葉くん。じゃあ桜井くん。じゃあ桜井くん。正解。ほらほらほら。ほらほらじゃないよ。当てずっぽいじゃないですか。そんなことはね、なんとなくイメージはあったんです。まあこの頃からちょっと嵐ぐぐぐっと来てですね。なるほど、怪我が引き寄せたと。まあ、それはどうかわかりませんけども、うん、はい、プライムタイム、まあ、いわゆる19時から23時のね、うん、ゴールデンタイムって言ってもいいかもしれない。はい、僕のワーキングタイムだ。うん、そこでですね、初の冠番組を持つんですけども、はい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 、その番組のタイトルは、うん、あれだ、学校へ行こう。うん、あれは冠番組じゃないですか。あれはミノさんの番組じゃないですか。よく知りませんが。しかも V6 じゃなかったかな。あ、V6 か、あれは。全然違うじゃないですか。嵐のってとこつくんですよ、きっとね。うん、ダメですね。嵐の学校へ行こう。ダメかな。おかしいな。ピンキータイム。じゃあそれ、うん。秘密の嵐ちゃんでした。秘密のアッコちゃん。それをまあかけて秘密の嵐ちゃんですけどね。なるほどとか言って。全然知らないんじゃないですか。知ってます。余裕ですよ。僕、嵐ちゃんです。まともにきちんと答えられたのありましたっけ？メンバー。メンバーもダメだったし、花より団子だけじゃなかったな。こんなことはない。まあ、あれはかなりヒットしましたからね。もう2問ぐらいください。もう2問ぐらい？ええ。なんかこのままじゃ、この動画を見てくださっているジャニーズファンの方に失礼だ。今頃気づいたんですか？じゃあグループ内のですね、はいはい、限定ユニットっていうのがあったんですけども、うん、大宮 SK というグループ内の限定ユニットなんですが、うんうん、これは誰と誰でしょう？大宮 SKE48？ 違います。大宮 SK？ あ、わかっちゃった。SK って呼び方でいいのかな？わかっちゃった。はい。大野くんと二宮くんで、うん。正解。だって、これ、名字今、過去に書いたじゃないですか。うん。大宮と分かったもん。うん、ほら。ああ、なるほどね。ほら、ほら、ほら。ほら、やっぱり詳しい。今、そこで考えたんじゃないですか。やっぱ詳しい。ほら、詳しい。第24回日本ゴールドディスク大賞にて、史上初となる、うん、史上初。何冠を達成したでしょう。13冠。10冠。ちょっと多かったですね。そんな、だって日本レコード大賞何冠あるか分かんないですもん、そもそも。じゃあ、最後です。はい。そもそもこの嵐というグループ名は、うん、世界中に嵐を巻き起こす、芸能界に嵐を巻き起こすという意味の他に、他に、どんな意味が込められてるでしょう？2チャンネルで荒らされるぐらい、すごいユニットになろうみたいな。2チャンネルとか相手にしてませんから。なんだろうなぁ。あ、これを知らないなんてもう嵐のファンとは言いませんね。女性の、女性機に嵐をこう、轟かせよう。みたい。残念。ええー。
まあ、頭文字が50音でも最初のあ、うん、かアルファベットでも最初の A ということで、うん、頂点に立つという意味が込められているんです。じゃあ、ラッシーはラッシーはラッシーは知りません。だったら AAA とかでいいじゃないですか。それどっか違うグループになんかいたけど、うん。もしかしたらそういう意味かもしれませんね。ということで、全然ダメです。詳しかったはずなのに。これ本気でコメント来るかもよ。ふざけんなと。ちょっと謝罪させてもらってよろしいでしょうか。嵐ファンが怖いんだから。嵐ファンの皆様、申し訳ございませんでした。今後はですね、嵐詳しいとか言わないで、嵐全然知らないっていう、手で行きたいと思っております。手で申し訳ございませんでした。はい。ってことで、まあ、許してあげてね。はい。はい、では今日はここまで。バイバイ。はい。